僕たちマリア、マリちゃんです。深夜にですね、インスタグラムのストーリーに質問するために生まれてきました。そう、業界の方だったりとかね、まあスポーツ界の方だったりとか、マリさんに全身脱毛していただくっていうのがみんなのステータスになってまして、マリさんがここのお店オープンする前からのお付き合いで、実はうちの旦那もひげが恐ろしく濃いので、そうねちょっとしてもらったりとかはあったんですけど、だから顔の産毛をやってもらいます。体はもう重視やってもらったんですが、ちょっとさすがにそれは閉じ込んだなってマリさんが作ったワックスがあるんですよね。そうなんです、これです。はい、こちらです。脱毛バカなので作っちゃいました。そうですエステ業界の方たちのみ買える感じのですよね。業務用ですね。ワックスで今から顔の産毛を綺麗にします。で、あとムネ君にちょっと今日お仕事でマリさんのお手伝いをしてもらおうという企画してますんで、お楽しみに。化粧水の前に1回もぜひやってくださいっていうメニューですね。嬉しい。あそこ結構いっぱい白いけ。いい感じ？いい感じ。はい。ワックスは黒とかにしなかったんですか？もう無着色無香料にこだわって作って、黒とか色がついてた方が毛は見やすいんですよね、取れた毛が。だけどその色がお肌に残っちゃうんですよ。せっかくこう毛を取って綺麗にしてるのに、そのワックスの色がついちゃったら意味ないから、もうワックス自体にはもうつけなかったんです。それは最後に取っとこう。内緒だよね。アイドルじゃなくてもさ、一緒だ。人が出る仕事だから。いやー、鼻の下。鼻の上よ。上か。胸が面白いな。アシスタントにどうですか。はい、どうぞ。すごいな。上に乗られて取られると思わなかったよ。あ、ここが取れてない。はい、じゃあそっちも行きますね。こういう綺麗なの左手の方が得意。力とかね、すごい。ダンベルとか持つときは右手が得意。へえ、知らなかったよ。子供たちが上手だった。あとでさ、こういうのもらっていいじゃん。いいよいいよ。ママの毛がついてるやつ全部持ってってちょ。パパが気持ち悪がるんじゃない。下にさ、落ちちゃったママの毛。本当だ。はい。マジとかだと罰ゲームみたいなのやるじゃないですか。全然違うねイメージが。あれはやっぱプラスチック。っぽくても痛いくできてるじゃないですか。だからやっぱ痛くないように作ってるので処方してるから、この柔らかさがその肝なんだね。スピードアップ。大活躍じゃん。それでパックをして冷やして終わりなんですよね、施術としては。それをやるか、もう鼻毛を今取っちゃうか。お、もう鼻いっちゃいましょうか。だからこれ胸取るんだね。鼻は結構固まるまで時間かかるね。そうです、しっかり固めて一気に抜きますよ。ズバンってね、一瞬で抜いてやる。360度。なんでそんな匂いに一気に抜ける。ブンって、この棒じゃなくてここごと一緒にブンって抜いてほしい。いや、痛い。できないよ。言ってよ、ちゃんと。ひどいよ。乗って残っちゃった。あ、でもすごい抜けてる。でもなんか残ってるよ。やった。でもこんなに抜けたよ。こんな感じです。結構抜けてる。すごい抜けた。そうだよ。鼻毛って奥までこうブワーって生えてて、本当に見えて自分で切るところを取ってるから、ちゃんとばい菌のフィルター、花粉のフィルターみたいな役割のところは残してます、ちゃんと。それ聞いたらもう手前のはいらないよね。そうですそうです、見えて嫌なとこしか取ってないから、結構ね、中まで入ってる感じがするから怖いって言われるんですけど、そんなことはないです。鼻の通りがいいとね、空気いっぱい吸えるから。そうだからパフォーマンスが上がるんだ。走るのいっぱい走れるんだ。でもさ、走るの速くなりたいって。そうだよそうだよ。鼻やったらさ、速く走れるんじゃない？胸くん、ブンってやる？ママやってあげるよ。まさかビビってんの？ビビってないよ。自分で抜いてやるよ。マネ君、ママの完成するよ。はーい、じゃあ取りますよ。いや、エイリアンが来た。エイリアン？自分でやるの？やってもらった方がいいんじゃないの？いや、もういいと思います。もういい？じゃあ胸やったら、それかマリちゃんにやってもらったら。ブンってブンってお餅。あ、いけ。あ、残っちゃった。いや、ブンっていこう。ブンってやろ。まだだよ、固まるからね。まだまだ結構時間かかる。なんでさ、今日この後さ、空手気持ちいいんじゃない？鼻通り良くなったら。そうかも。ねえ。あーって言った時に空気がスパーって抜ける感じよ。だよ、ブン。うん、いく？頑張れ。え、おお、すごい。上手。あのね、肉眼だとものすごい見えてます。ほら、むねくん自分でどう？あ、ほら、見えてる見えてる。え、これリサちゃんもやったことあるの？初めてやった時どう思った？痛かった？いや、痛くはない。痛くはない。すごい抜いたらもうスーって。メントールかなんかやったぐらいスーってするよね。胸胸でも勇気あるな。私自分で抜くっていうのはできないかもしれない。自分で抜くと失敗したらって思うとあんまり抜けない。そうだよね。うん。なんか勢いがね、なんかひよっちゃいそうで。おお、いいねいいね。男らしい。あ、取れてる取れてる。右の方が楽だな。いや、そんなことない。こっち普通。で、こっちが普通じゃない。マリちゃんが開発したのこちらです。マリムーブ。はい。マリムーブです。こっちが溶かしてワックスだ。そうです。熱で溶かして使うワックスで、こっちが終わった後につける保湿、鎮静と保湿のクリームですね。皆さん、お試しください。ツルにしていただきました。むねくん、お店の紹介ですよ。マリーブと言います。マリーブ、ごめんなさい、今逆になっちゃってるんで、看板は後でちょっと立てますね。マリーブです。マリーブです。そして、りさちゃんが持ってくれているのが、私は、マリムーブっていう新しいのを出しました。で、こっちが脱毛後につけるクリームです。クリーム。さっきパックにも使ったやつですね。なるほど。それを、マリちゃんが両方とも開発して作ってしまったという。本名として販売。してるので、ぜひ皆さん同業者の方がご覧になっていたら、ぜひとも導入いかがでしょうか。美容感仕上がりも抜群ですよと。そして私今お鼻すごい呼吸が楽。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。グッドボタンもプッシュでお願い。お願いいたします。コメントもお待ちしてます。ありがとうございます。